何年待っても続きが出ないライトノベル5000、一作品目、盾の勇者の成り上がり、約4年待ち。テレビアニメの第2期が放送され、第3期まで決定しているのに新刊が出ない。そろそろ原作の続きもお願いします。2作品目、伝説の勇者の伝説、約6年待ち。シリーズ全体で47巻も出ている凄まじい作品、あと1巻で完結と発表されたのに、そこで刊行ストップ。シリーズファンはお預けを食らっています。3作品目、ログホライズン、約5年待ち。アニメ3期の放送時に実は新刊情報が出ていたんですが、いつの間にかその情報が取り下げられていました。どうなっているんだ。4作品目、六花の勇者、約7年待ち。第1部が完結し、続きが楽しみというところで刊行ストップ。盛り上がる要素が満載なので、なんとか新刊を読みたい。5作品目、天城ブリリアントパーク、約7年待ち。物語が盛り上がるタイミングで刊行が止まっています。新刊発売もそうですが、アニメの続編もどうにかやってほしい。